ブライアン・ロバートソンは、スコットランド出身のロックギタリスト。シン・リジー・モーターヘッドの元メンバーとして知られる。愛称は、ロボ。スコットランド、レンフルー・シャイアンのクラークストン生まれ。イーストウッドハイスクールで学びながら、音楽家を志す。最初は、チェロ、クラシックピアノを8年間学んだが、ギターおよびドラムスに転校。地元のローカルバンドでプレーする。 フレディ・キング、ジェフ・ベック、エリック・クラプトン、ピーター・グリーンなどの影響を受ける。1974年、18歳で、新リジーに加入。スコット・ゴー・ハムとのツイン・リードギター体制の一翼を担う。二人のリードギタリストによる新リジーの個性的なサウンドは、後に、メディアによって、ツイン・リード・アタックと名付けられ、アイアン・ガ・メーデン、メタリカ。 ザ・ダークネスらの更新にも大きな影響を与えた。シン・リジーでは5枚のスタジオアルバム、ナイト・ライフ、ファイティング、脱獄、詐欺師、ジョニー、バッド・レピューテーション悪名とライブアルバム、ライブ・デンジャラスに参加した。シン・リジーのレパートリーの大半は、フィル・ライノットの作品であるが、ロバートソンも在籍中にソングライターとして、多くの楽曲をグループに提供した。 サウンド面では、ワウペダルの個性的かつ効果的な活用が、バンドのカラーの確立に一役買った。1978年に、シン・リジーを脱退。その後、ジミー・ベインラとワイルド・ホーシズを結成し、ファーストアルバム、スタンド・ユア・グラウンドの2枚のアルバムを残したほか、1980年には、エリック・バードンのアルバム、ダークネス・ダークネスのレコーディングに参加した。 1982年、アルバム、アイアンフィストのプロデュースをめぐってレミーと対立して、脱退した、ファストエディ・クラークの後任として、モーターヘッドに加入。5月21日、デトロイトのハーポスコンサートシアターにおけるライブで、お披露目された。その後、キングビスケット・フラワー・アワーの収録に続いて、アルバム、アナザー・パーフェクトデー・デイのレコーディングに参加した。しかし、 どちらかというとメローなロバートソンのプレイスタイルはモーターヘッドの個性には明らかにフィットしておらずアナザーパーフェクトで及びそこからシングルカットされた社員のセールスも全くの期待外れに終わり当時の日本の音楽雑誌ミュージックライフにて後にヘビメタル専門誌バーンを創刊する当時副編集長の坂井康氏が記事にロボは 殺すしかないと書いたほどの違和感の強さだった。結局1983年11月11日に行われたベルリンでのライブを最後にモーターヘッドを脱退。その後、ゲイリー・バーデンのバンド、ステート・トゥルー・パーに参加するが成功には恵まれなかった。1983年、歴代のギタリストたちと共に、シン・リジーのファイナルツアーに参加。 フィル・ライノット死後の1986年には、ライノットへの追悼版として、リジーの Still in Love with You をカバー。1995年、自身以外は、無名のミュージシャンを集め、ザクランを結成。アルバム、That's All を発表した。2004年、アイルランドで開催された、オキシジェン・ミュージック・フェスティバルにおいて、アッシュのステージにゲストとして出演し、 奴らは街へ、を演奏した。2005年8月には、ゲイリー・ムーア、スコット・ゴー・ハム、ブライアン・ダウニー、エリック・ベルと共に、シン・リジーを再結成、フィル・ライノット追悼ライブを行った。ストックホルムのポーラースタジオで2年以上かけて、制作した自身初のソロアルバム、ダイヤモンズダートを2011年3月に発表予定。このアルバムには、 イアン・ホーグランド、リーフサンデンリニー・ウドラが参加している。プロデュースは、ロバートソン自身とソレン、リンドバーグ、クリス・レーニー。現在は、イングランドのエセックスに在住。ダイヤモンズ・ンド・ダート。ありがとうございます。